皆様おはようございます。株式会社プラス A の有田です。昨日の震災の影響はなかったでしょうか。もし被害に遭われている方がありましたら心よりお見舞い申し上げます。弊社はインターネット上で Facebook 制作から SNS の集客までお手伝いしている会社です。どうぞ今後ともよろしくお願いします。本日はプラス A がお送りするインターネットコミュニケーションテクノロジーショートリテラシーをお送りします。題して、Facebook の過激な使用は拒食症などの摂食障害の危険性を高めるということについてです。 Facebook でダイエットっていうふうに思われるかもしれませんが、そんな悠長な内容ではないかもしれません。特に女性の方に対して、今回の調査では Facebook に登録する女性は美を追求する方向性があることによって Facebook に依存することでコンプレックスが発生するというようなことが起こっているそうです。もちろん自画自賛する方は少ないにせよ、相手の良いところばかり見て自分が卑屈になるという傾向も Facebook にはあるようです。少しお気をつけください。もう一つ今日お知らせがあります。Facebook のことについてプラス A は本日より SNS 集客塾を始めます。皆さんの身の回りにあるインターネット環境でSNS を使って集客をする手段という部分をプラス A が一人一人丁寧に個別指導していくように本日からしていきます。気軽な塾なのでぜひ皆さんも参加してみてくださいね。どうぞよろしくお願いします。